なんでこの企画進行してたのかっていうところ、プロジェクトがすごかったんですよ。まずプロデューサーがジェームス・キャメロンで、主演がトム・クルーズっていうのが全部決まってたんですよね。で、主演トム・クルーズでプロデューサーキャメロンだから、もう金はちゃんと集まってたんですよ。で、本当に完成、制作に入る直前だったんですけども、まずそのデルトロ監督がやりたいこのイメージをそのまんまやったら、これは間違いなく R 指定になるというふうに言われた。つまりもう18歳以下は見れないような映画になってしまうと。おまけに制作費がですね、1億5000万ドルかかると。1億5000万ドルかけた R 指定の映画なんてありえないわけですからですね。それで散々ですね、これどこだったかな、ユニバーサルだ、ユニバーサルスタジオと揉めに揉めて、で、数ヶ月間もう本当に作るかどうか延期するかやめるかという話し合いが続いて、で、デルトロ監督とことん疲れてたと。で、もう本当に期日だ、スケジュールだけ決めてくれと。いついつまでにこれ決まんなかったら、もうやらないだったらやらないで決めてくれというふうに、デルトロ監督実はそれでもやるんじゃないかというふうに、なんか心の中で思ってたからですね。とりあえずスケジュール決めてくれって言ったらですね、運命の日、2013年の3月4日、金曜日だそうです。これなんで金曜日って言うかなかったと、この週末のデルトロ監督の心の動きがなかなか切ないのでですね、日付と曜日も言うんですけども、2013年の3月4日の金曜日、ついにですね、ユニバーサルスタジオからですね、もうじゃあ、狂気の山脈よりはやらないっていう決定が来ちゃったんですね。で、金曜日にこれ来て、週末何しようかと、まあ普通にアメリカに住んでるんですが、週末楽しみだったデルトロ監督、週末めちゃくちゃ落ち込んだんですよ。で、週末もうめちゃくちゃ落ち込んで、本当に自殺をマジで考えたと。もう何年も準備して、人生の全てをかけて、このものすごく変な人類が発生する何億年も前の怪物同士が戦うやつを映画にしようとしてて、もうダメだと思って4月4日、それが4月4日です。4月5日土曜日、まだ落ち込んでるところにですね、レジェンダリーフィルムの重役たちがやってきて、デルトロさん手が空いたそうですねと、パシフィックリムをやりませんかっていうふうに言われたんですね。で、パシフィックリムっていい加減にしろと。俺は人生で最大に落ち込んでるところに、なんだよこのロボットと大怪獣っていうのはと。いや、俺プロデューサーやると言ったけども、っていうふうに言ったんですけども、土曜日曜と過ごしてるうちにですね、こんなに落ち込んだらマジで俺は死んでしまうと思ってですね、デルトロが、じゃあ真面目に考えようかと。で、こっからは本人の言うことによればですね、なんだっけな、死にたくなる落ち込み半分、あれこれいいんじゃないのっていうですね、盛り上がり半分で、大変落ち着かない土曜日曜を過ごしたそうです。あ、もう死んじゃいたいっていう落ち込み半分と、あれでも案外パシフィックリムいいんじゃないのっていうのが半分で、土日を過ごしてですね、ついに3月7日の月曜日にですね、朝一番にですね、レジェンダリーフィルムに行ってサインしちゃったそうなんですね。監督やりますって。で、これでもうゴーサインが出て、こっから後のデルトロはとにかくノリノリで、どちらかっていうと狂気の山脈よりで、やろうとしてたことを逆にこの中に入れるっていうふうに言ったそうです。で、こうしてですね、ギレルモ・デルトロ監督はですね、予算200億円のですね、巨大怪獣と巨大ロボットが戦う映画を作ることになりました。で、